対抗して本格的なサウナが本格的ですよね。こう落ちちゃう。ああいうのがどんどんどんいっぱいあって、サウナ施設なのかなって勘違いで、どちらかというとまあこっちの方がメインって感じですね。なるほど。お庭とか。ああ、じゃああれも販売？あ、そういうことか。フィンランドの会社さんもほうほうほうぜひ来年使って販売させていただきます。そこかというと体験してきているのを販売、あ、はい、うん、販売できます。すげえ。ここで空港スーパーとかも今ちょっと民泊の方とかとちょっとお話しさせていただいてます、ね、はいはいはい。へえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。